新たな脂肪が90日で10キロ痩せる。北原すまきよです。本日もですね、トランポリン、ジャンピングで20分間やりました。ダイエットはですね、情熱であります。今日もですね、フィットフォーライフより、引用してお伝えしていきます。今日は野生動物が健康な理由についてお話ししたいと思います。あなたはですね、野生の中で肥満の太ったトラや牛さん、ゾウさんを見たことあるでしょうか。自然の中にいる動物ですね、歯を失ってしまって食べるために入れ歯をしているという動物を見たことがありますか。ないですね。心臓の動きを助けるためにペースメーカーをつけている動物や人工透析を受けている動物を知っているでしょうか。知らないですね。毎年ですね、何千頭もが糖尿病で亡くなるというニュースなども決して聞いたことがないはずです。野生動物たちはですね、良い健康状態をですね、保っていないと生きてはいけないという理由もありますが、最大の理由はですね、自然界の動物たちが私たち人間に比べてはるかに健康であり、太りすぎていないからでなんですね。自然界にいる他の哺乳動物たちはですね、水分を大量に含んだ生命のあるものを食べており、調理加熱によって水分が失われてしまっているものや加工食品といったものを食べることはないんですね。で、肉食動物もですね、また食物性のものを食べなければならないんですね。これは全ての動物は食べ物を植物性のもの、または食物性のものを食べている動物から直接取り入れるんですね。ライオンがですね、真っ先に腸へ向かっていくのはですね、そこにあらかじめ消化されて水分を多く含んだ食べ物があるからなんです。ライオンはですね、そうした後にこの臓器をですね、食べ始めるんですね。で、臓器も水分を多く含んでいるからなんですね。血液をピチャピチャと舐めながらそれをですね、食べるんですが、それは血液もですね、 90% 以上が水分だからなんですね。つまりライオンはですね、動物の内側から外側へ食べていって、結局最後に残るのはですね、筋肉質の肉ということになりますね。動物も食物性を摂取しているということです。続きはまた明日。チャオチャオ。